この時期クモの巣多いです。守護者が竹の守護者がいる。めちゃくちゃスムーズじゃないですか。終わる終わる終わる。すげえ音も。おーい、いや止まってますけど、ここで始まりました。スタノキッチン第11回目。今回はね、ケイさんと、はい、ケイジです。デートネタ所得駿河モンキーさんに、はい、来ていただきました。ありがとうございます。こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。今日はね、埼玉県上尾市に来てるんですけども、はい、見てください。見たことありますこれ。ここは何でしょう。ゲーム世界ですかね。これ何ですか。これは何ですか。どこですかこれは。何ですかこれね、はい、竹って言います。竹、はい、バンブです。バンブ、あのキノコ、タケノコのその竹ですよね、はい、まあそこです、はい。まあ、あれちょっと子供ですけど。なんでかっていうと、僕はみんなでこの竹を切って、はい、流しそうめんをしようと思います。あ、いいっすね。初見です。なんですか流しそうめん。知らないですか。ないですか。聞いたことありません。わ、流しそうめんってなんですか。僕もね、実際やったことはないんですけど、はい、そのこう竹を切って、はい、その竹の中に水を流して、そうめんを流す。まあ、そのままですね。流しそうめん。流しそうめん。別に適当ですね。なるほど。まあ、僕もほとんどやったことないです。一回だけやったことあって、まあ、じゃあみんなほぼほぼやったことないってことで、はい、まあ、多分大変なことになっちゃうんですけど、竹切りっていうところからね。今回、撮影協力、もろもろ、そしてアドバイスもしていただける、名古屋園の森田さんに、いただいております。今日はよろしくお願いします。森田さん、お願いします。お願いします。お願いします。今回、普段はこの竹とかって どうしてらっしゃるんですか。竹の子とかちょっと、4月には竹の子が取れるので、はい、竹の子体験、竹の子掘り体験とかで、はいはい、お客さんがいらっしゃったりもします、はいはいはい、切って、じゃあ流しそうめんっていうのも普段から。そうですね、家で流しそうめんを楽しみたいっていうご家庭で竹を切りに来て、はい、流しそうめんを作るところまでうちでやって、ご自宅で流しそうめんを楽しむっていう方もいらっしゃいます。いいですね。よかったです。じゃあもう今日バッチリ僕ら怪我人なくですね。スーパーアドバイザープロの方がね、はい、大丈夫ですね。よかったです。実際じゃあちょっとやってみますか。いいですよ。ぜひやりたいですね。いいでしょうか、はい、やらせていただいても、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。タケノコも本当もうこんぐらいの長さから、もう次の日にはもうこんぐらいみたいに何十センチって一日伸びてっちゃうので。あ、なるほど。これがもうタケノコ、よく見るタケノコの代わりさ感じで、これなんか今年の4月に生えたやつなんですよ。4月で4月でもうこれですか。早っ。大体 20-30m 高いのはなっちゃうって言いますよね。こういうやつの方がやっぱ柔らかいとか、新しい方が、新しいと柔らかい深いんですけど、水分とか油分も多いので、はいはい、ちょっと流しそうめんとかするには向かないかな。なるほど。まあ硬いのを切れと、成熟したやつをね。ちょっと僕ら素人目では分かんないんですけど、そのいわゆるその流しそうめんに向いてる竹ってどんな竹なんですか。うわ、いい質問だ。これなんか見ると、はい、ちょっとここら辺で曲がってるのが分かりますかね。まあ、そうですね。ちょっとしなってるというか、はい、こういうしなってるのよりは一本ちゃんと上の方までまっすぐの竹を見つけてもらった方が流しそうめんには向いてると思います。目の前なんてピーンと。そうですね、こういうもうまっすぐのがいいと思いますね。関さん、これいいですか。これ、これダメですか。これダメです。話聞いてました。若いやつは水分と油分多いんで向いてないんですよ。若いし、まっすぐじゃないし。話聞いてました。すいません、すいません。何も聞いてないじゃん。サボっちゃいました。あとは節と節の間が、はいはい、広いやつの方がその流しそうめんするときには節を取るので、その取る手間が省けます。ああ、また新しい情報来たな。確かに。その3つの条件満たしてる、まっすぐで若くなくて幅が広い。広いやつ。大丈夫ですか。あとこの時期クモの巣多いです。守護者が。竹の守護者がいる。今指で測ってましたけど、わからんでしょ。これなんかでも、なんか一際光ってません、なんか光ってない、光ってるな、これちょっと曲がってんだよ。でもこれほら、これすごく広い。いや、わからんでしょ、そんな。いや、広いです、これ。これいいんじゃないですか。はい、これいいと思います。お、いいらしいですよ。わ、プロの方が言ってるんでね。あとは引くときによく切れるので、はい、押すときはそんなに力入れずに、引くときだけ長く、長い幅でしっかり引いてもらえるとガンガン切れてきます。わかりました。まずこうやって、あ、結構でもサクッといくっすね。
おお。クモたちに避難勧告出してる。まあもうすぐ家なくなるんで。倒れるんで。めちゃくちゃスムーズじゃないですか。うん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 。あ、もう終わる終わる終わる。うん。待って。うん。でも全然。あ、傾いてない？ちょっと。いや、でも。ちょっと怖い。怖いぞ。怖いぞ。マジでちょっと気をつけてください。え、大丈夫？守護者？さっきから言ってその守護者って何なんですか？あ、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 うわー、すげー、早っ、わーすげー、うわー、いってる、うわー、うわー、はぁー、これ関さんが切ったんすよ、これこれがやってしまったもん、すげー長っ、やっと倒したのか、なんか、うわ壮大っすね、ありがとう、竹竹さんありがとう感覚が広くてまっすぐでまっすぐで若くないやつ若くないやつ、そう緑色のやつちゃんとこれこれおかなり太めではありますがあいいんじゃないですかまっすぐなので使えなくはないですねじゃあこれでいきますおお早いですねちょっとすげえ待ってめっちゃ早いめっちゃ早い。いや、おかしいおかしいおかしい。やっちゃってもいいですか？もう終わったんですけど。関さん三分の一が。え？え、RTA これ？なかなかそのラストがやっぱ。うわ、おお。おお、早っ。おお。危な。危な。はい。大けー。うえ。一番太いのないのかな。一番太いの。え、なんかさっき探してませんでした太いの親玉みてえな竹いきましょう親玉ここら辺は太いっすね太いですねあこれこれこれにしようこれっすよやべえよこれで僕いきますモンキーさんならもう5秒ぐらい切っちゃうんじゃないですかあ、膝つきたいなこれ早い早い早いやべえもうこっから最後は難しいな早っうわうわこれ気持ちいいっすねよいしょおおわすげえボス倒したこの音ゲームでしか聞いたことない倒れる音いいね、うん、気持ちいいな、すっげえ森にお帰り両手のも高かったなちょうどいい筋トレできそうじゃないですか両手のも高いから今カルタちょっと片手でも高い重いですねこれダンベルにするうわ重っいいマジでこれほんまにいいトレーニングあるんですよやべえこれ昔の記憶が10人ぐらいで片上にやったけどな軍の記憶が誰の竹使いますかうん、ちゃんと選ばれました、ね、太さがやっぱ一番太くてやっぱパワーありそうなやつでパワー流しそうめんやりたいねパワー、まあ、これじゃないですか、もう文句なしで最強でしょこれじゃあ俺これにしますかはい早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 い切れますよそろそろおーおー早いうわーすげえ断面が綺麗なんかマジで綺麗なめっちゃ綺麗すげえ音もおーいいえ止まってますからここでここは早いなうおーなんかほんまになんか果物切るぐらいで切れますよこれやべえしっかりじゃん、はい、これを3つぐらい作ればもう問題ないと思います、はい、きっこりだますねこうしたんすかはまった抜けないですかもうエクスカリバーになったんですけどエクスカリバーエクスカリバーやべえ入っちゃった刺さったあ、ほんまや
ガッチガチや。あれ、ちょっと回してみる。回し。角度。はい。あ、うまい。おーい。ナイスアイディア。ナイスアイディア。はい、足完成。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。足完成。あー、すごい。足完成ですよ。ちょ、いいねー。俺、はい、この、これ水筒にしたいです、ここの部分。すごい。え、ほっぷりできそうですよね。ね。欲しくなるな、これ。臭くないですかね。お湯で、はい、沸騰したお湯に 3,40 分煮込んで油分とかを取り除いて干すと腐らないで長期間使えます。それあるんですね、工程が。で、結構この内側のザラザラ感がちょうどいいのか、はい、ビールを入れるとすごいきめ細かい泡ができます。これじゃあジョッキグラスプレゼント1個。プレゼントキャンペーン。でもいつだよ、コップマジで。あ、そう、ね、持ちますよ。マジダメ。持って帰るんですかそれ。ああ、やべえやつだ。絶対無理でしょ。多分いきますよ。うるさ、やばい。え、マジマジで長すぎて無理でしょ。いや、重いな。あ、重いな。あ、これでいきますか。これでこれですっげえ。いや、いけるけど、こっち肩でこれ運搬しましょう。運搬めっちゃ重いですよ。うっす、はいっす。え、お、え、運ぶんですか。もう行きましょう。マジで行くぞ。よせーの、ほい。いやー、あ、疲れた。楽だったな。よいしょ。やっぱテレポだよな。楽勝。今の時代やっぱこれっすよ。あ、これね、練習しててよかったっすね。そうだね、この時のためにね。じゃあよろしくお願いします。またまた。どのように。確かに、え、想像もつかないですね。真ん中をこう当てて、はいはい、ハンマーで叩いてあっちまで突き進むって感じなんで。立てる方がいいんですか。そうですね、じゃあ、あ、重いな。結構この長さでやったことないので欲張っちゃって。その最初の当てるのをミスっちゃうと真っ二つにならなかったりするので、その最初の当てて当てるハンマーの一発目が大事です。めちゃくちゃ大事ってことですよね。一番大事です。じゃあ関さん。俺っすか。もうあとはこの竹は縦に繊維が伸びてるので、一回入っちゃえばあとは勝手にまっすぐ行ってくれるので。あ、なるほど。これ本当にね、よくね、昔親方に怒られたんですよね。お前なんで真ん中狙えねんって。お、あ、ど真ん中だ。いいよ。あ、え、もうこのまま行くんですか。あとはもうこっちとこっちと交互に叩きながらガンガン進んでいくんです。うわ、すげえ。少しずつ上がってる。だいたい行くと手で裂けば割れていくので、なるほど。真ん中ぐらいまで行ったら。そうですね。めっちゃ気持ちいいこれ。お、わ、おいいですね。はい。うわ、うわ、うわ、バケモノ。無理無理無理。これ無理だよ多分。これ多分ね。いいね。マジで。マジで。大丈夫。これ、ね、これね、モンキーさんがバケモンだね。これだいぶ工程飛ばせたね。だいぶ、はい。しかもめっちゃ綺麗に割れた。すーげー。結構でも、え、めっちゃ簡単だよ。水流すからいけそうですけどね。うん、いけるっすよ。これどうですか。これでいいでしょう。ケースどうぞ。あ、このぐらいできれば大丈夫です。あ、じゃあ。やってみてくれ。どうぞ。なんか、壁ぶち割ってるみたいで楽しい、これ。いけるんですか。うん、うまいやないですか。はい、大丈夫です。よし、パワー系、パワー工事。壊し屋。おー、一発がでけえもん。飛ばしてる。一発がでけえ。火力が違うよな、火力が。もうそのクッパみたいに言うやつどうですか。うう、関さんもパワー系じゃないですか。なれた、もう分かった。いや、みんなパワー系やん。一発目が一番気持ちいい。わかる。真ん中ぶち抜くの気持ちいいですよ、うん、これ使ってもいいですか。マリオパーティーなんか持ちましょうか。マリオパーティーみたいですね。ほら、ケッキャーみたいな感じで。ほら、あ、気持ちいい。ほら、うい、うい、気持ちよそう。うん、うん、一番美味しいところにもらってきます。どれ、いいっすね。ナイス。じゃあ細かいところは、スタッフさんに任せて三脚組み立てようと思います。先ほどハンマーで、はい、割ってもらったのを
今回は4等分でやってもらいます。4等分はい。おー、いい感じ。お、音が、あれ音がめっちゃ簡単じゃないですか、これ。あ、でもこれはもうまっすぐいけるっすよ、これ。あー、上と下じゃなくて。てんてんてん。ててんてんててん。おお、あ、いけんじゃないですか。手でいけんじゃいます。最初からあれよかったかな。パワー系。これをさらに、また重ねて、こうじゃないですか。はい、一気に4等分しちゃいます。あ、一気に。お。もう一気に行きますよ、ケイさん。怖い怖い、もう下にしよう、下にしよう。怖い、もう横にしよう。もう下だけで行ってますよ。もう、いけんじゃないですか。ダブルでいくんですか。もういけんじゃないですか。握りながら。はぁ、あ、大丈夫、あ、大丈夫。完璧っす。うまい、うまっ。OK です、できました。できました。OK、ナイス。軍用だこれ。軍用これ。軍用だ絶対これ。マジで土台から流すやつから自分たちで作ったやつで流して食うそうめんはさぞかしうまいでしょうね。麺も作ろうぜ。粉から。うん、やっぱり俺が知り得る、まあ、人類で一番強い巻き方。長寿娘でしょそれ。長寿娘じゃないですかそれ。はい。お、できた。すげえ。あ、すげえ。あ、ちゃんとしてる。あ、これは倒れへんわ。すげえ。では、こちらが完成したジェット流しそうめんです。よいしょ、重いな。はい。はい。届きますか。そこから、めっちゃ高いんで注意。はい。うい。おい。大丈夫？はい。いいよ、話して。はい。はい。入ります、はい。おー、これなかなか急っすよ、これ。これ、いや、これはね、この激流で流れてきたそうめん、絶対身が締まってうまいです。楽しみっすね。ですね。パワーで落としたとこ、ささくれがすごいね。一回水流した方がいいっすね。確かに、まあ、これは…コーチ恐怖症なんで、俺もう怖いっすね。いやいやいや、ちょっと一回流します、水。はい、いやいや、やべえ。クラッチマン冷た。ちょっとなんかジョボってる。なんかジョボってる。お、手洗おうこれ。確かに。俺手洗いた。うわうわ、湧き水。やっぱ、はい、竹が新鮮なんで水がきめ細やか。きめ細やかですこれ。めっちゃ気持ちいい。ほら、水が違うでしょ。これバフかかってますねこれ。でしょ。これ絶対これケイさんこれいいっすよ。俺竹ちゃいますわ。竹の。いや、すげえすげえ。あー、気持ちいい。うめえ。竹通った水うめえ。これすげえわ。バフかかってますねこれ。いやでもね、やっぱ先輩、僕やっぱ下でいいっすよ。いや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 、せっかくやっぱ日本来ていただいたので。一番やっぱ一番いいところで、はい、僕は下でいいっすよ。いやでも早くなったそうめん取るのもいいとこっすよ。いや僕はもうカスで。かこれ口開けといていいですか、もうこのは。すいませんね、もう顎置いていいっすよ。手切れ。あー、無理。あー、やったー。マジかよ。まあさあちょっとあげよっか。まあ俺食うからな。いただきます。いただきます。はいっすよ、食ってください。食っちゃおう。うまっ。うん、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 いや、うまっ。うん、えかよ。はい、あ、うまっ。違うよ、上の味は。残りで。あ、あー、これ分かった。これ、ケイさん、箸ひっつけた方がいいですよ。こういう感じで。オッケー。止まるっす、それで。いったぞ、第2波。本当だー。第3波。うますぎないですか。第4波。いったぞ、第5波。やばい、早すぎ、無理。やっぱり、止めれません。食い止められません。なんか。ちょっと流れまくってるけど。ちょっとこれね、垂れ流しそうめん。日本で飯食うのきつい。ちょっと
ちょっと早い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 じゃん。ケイさん、これが流しそうめんです。激しい激しい。いや、子供とか喜ぶだろうな、これね。うん、僕もこの年になって初めて経験したんで、子供の頃にこんな経験できたら楽しいでしょ。ね、楽しいよね、絶対これ。で、大人の僕らでも楽しいんですから、うん、ね。どうでしたか、キリさん、流しそうめん。まあ、めっちゃ美味しかったし、もう作るのと大変だったんですけど、うんうん、なんかこれを作ってたから、これからちょっとこの経験ができなかった方はね、ちょっと満足取れるんじゃないかなって日本の方でもいないですから、あんまり流しそうめんなんて僕も初めてですし、うん、本当にさっきまで流行った酒ですから達成感すごいですね。でも本当それ。いや、やっぱ料理も自分でやったらうまいって言うじゃないですか。もうそれどころか竹選んで切って組み立てですからね。まずいわけじゃないですよね。マジでいい経験できました、本当にありがとうございました。なんかいい感じに出しからの感じでいい感じに締まっちゃいましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。バイバイ。これもうないですかね、これ。あ、ないですか。ない。